皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ大宮からカスタマイズした車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのはいつもの染山店長です。よろしくお願いします。紹介する車がこちら、はい、また、ね、またゲレンデございます。はい、はい、ゲレンデつきませんね。そうですね、はい、ゲレンデ毎週入ってますね。もう常に入ってる感じですよね、はい、そうですね。ちょっとさっき言ったけどアニバーサリーももうもうお客さん4台ぐらい言っちゃいますそれ、はい、こちらのお客様がなんとこちらのゲレンデ今回ご紹介するんですけど、そうですね、もう1台ゲレンデお持ちなんですよ、はい、今そうですね、はい、クラシックグレーがすでに入庫してます、はい、それもお預かりしてるという。そうです、ね、で他にもいろんな車をお持ちということで。そうですね。でなおかつもうキンキンに納車も控えてるんですよね、はい、そうです、そうです、めちゃくちゃ追い詰められてますもうすごいコレクションになるみたいです、はい、でそんな中の1台を今回ご紹介させていただくと、はい、そうですね、これまたいかついの来ましたね、はい、そうですね。ちょっとカスタムはもうずっと続きでこうやらせていただいてるんですけど、ちょっといろいろホイールが来ないトラブルとか、いろんなトラブルあって、まあ一回返ししてまたお預かりしてっていう感じですね、まあ、一通り、うん、一気に仕上げたというよりかはこう段階を踏んでって、まあそうですね、2段階ぐらい今日の形になってるわけなんですね。そうですね。でこれ思ったんですけど、エディションマットブラックではないんですか。ではないです。これじゃあ後から全部やってる真っ黒黒ってことですか。こういう周りはこうブラックアウトは、はい、してヘッドライトもインナーブラックつけてとか、はい、後から全部真っ黒黒にしてる、ね、そういうことですね。で細かいところ見ていくと、まずグリルが真っ黒ですね。真っ黒っす、はい、もうこれ全部塗ってます、はい、もう全部なんですよ本当に、はい、もうザ丸塗りです。ここもそうだし、ここもそうだし、ここもそうだし、この中も塗ってますよね。中も塗ってますね、マットブラックで、はい、でこの AMG のエンブレムなんかも真っ黒黒に塗ってると。でそのまま横に行くとヘッドライトがさっき富山さんおっしゃってましたけど、はい、インナーブラックで、これインナーブラックにしましたってこれ平気で言いますけど、結構な金額じゃないですか。そうっすねでも、はい、純正何ヘラか、はい、の、OE のやつですね。そうです、そうです、そうです、純正形状のやつ、純正形状の、はい、でもまあまあまあいきますよね。まあ数十万はやっぱりいきますね、はい、それをさらっとつけちゃうという。そうですね、はい、そしてその上のこっちもちょっとスモークかかってますけど、これもナイトパッケージの。そうです、これペイントで。あ、これペイントなんですか。はい、ナイトパッケージイメージのちょっとワントーン落とした感じの、はいはい、黒っぽいのになってる。そういうことですね。であと前回りでいくとこの辺なんかも塗ってあるんですか。じゃあそうですね。であとはやってまいりました超人気商品、はいはい、ブラバスリップが。ブラバスですね。これ多分なんですけど僕が知る限りだと、はい、もう100台以上はグループ全体では装着させていただいてるんじゃないかなっていう。そうですね、結構前に注文したのがあとどれぐらいで来るのっていう、まあ、代理店さんに確認したら、あ、その注文は16番目ですって俺の前に15人待ってるって。本当っすか。でもボンドボディでも僕らこう車両製作とかで行くじゃないですか、うんうん、5本ぐらいまとめて塗ってたりとか。そうっすね。そのぐらいこう流行ってますよね。もうめちゃくちゃ売れてますね。これまずこうスタイリングがいいっすよね。まあそうっすね。これね、この純正とこのピタッと合うのってあんま他にないかなっていう感じですよね。これ取って付けた感ないじゃないですか。そうですね、純正っぽいっていうか、まあブラバスですけど、ボディに馴染むデザインだから、なんか純正オプションみたいな、やっぱり安心して案内できるデザインかなと思いますけどね。あとはここにしっかり B マークが、はい、WB のマークが入ってて、はい、そうです、はい、でこれもイルミネーション連動で青く光るようになったり、ね、光ります。で結構その目立たせたくないなんて方はこう埋めたりとかっていうのもできるんで。あ、やりますね。スムージングしてロゴなしでっていう方もいらっしゃいますね。なんで付け方によってちょっとアクセントを変えることもできると、うん、そうです。あと今回はこの真ん中もマットブラック でこれもカーボンの設定なんかもあるんですよね。あります、あります。だからまあ車全体のバランスだったり、そこだけ後付けになりますけどね、はい、まあいろいろできちゃうと、はい、でもとにかく前回りがもう真っ黒で引き締まった印象になってると、はい、でそこからのこのボネット、今回しばらく待ってたんですけどやっとボンネット届いたってことで、ボンネットはまあグロスで仕上げさせてもらいました。これボンネット僕正直
このパワードーム、うん、順番的には最後の方かなと思ってたんですよ、うん、ボンネット入れるのって、うん、もう仕上がってもう最終段階でボンネットだからもうワイドボディなんだったらもうワイドボディにしてボンネットのした方がいいんじゃないですかと思ってたんですけど、うん、あの違うんですね。そうですね、名古屋店の井村店長も言ってましたけど、うん、リップとボンネットっていうもうその順番リップとボンネット、うん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 、横別にワイドにしなくても、うん、リップスポイラーだけでボンネットっていうのはもうヨーロッパのカスタマイズ的にはもう全然あり、うん、むしろやった方がいい、まあ、全然ありですよね、うん、だからどうしてもなんかフロントサイドリアが揃って最後ボンネットってイメージだったんですけど、うん、リップとボンネット変えるだけで前回りのこうデザインっていうかシルエットがもう全然違う、うん、しかもこれちょっと車の厚み的にこれまあローダウンもしてますしローダウンしてこうリップつけて下に伸びてで要はこのベタっとこう平たい感じでこのボンネットが出るとこうまた厚みにこのボリュームが出るっていうバランス的にやっぱ入れてちょうどいい感じにも見えるのかなって思いますけど、ね、リップとボンネットって本当にこうすごくバランスが良くなる、うん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 、でこうやってる感が出るじゃないですかコンプリート感、ね、カー感が近寄りたくない感めっちゃいかついんですよ前回りがだからこれだからボンネットちょっとぜひおすすめしたいですよね。まあそうですね、まあ金額はそうですねまあまあです結構な金額ですけど、まあ、まあすこれつけるつけないだとやっぱりリップだけとリップとセットの時にまたちょっと全然違うなっていう違いますね、はい、うん、だともしかしたらなんですけどここも塗ってます。塗ってます。あやっぱり、はい、この B の台座の本来メッキのこの周りも今回くるそうですそうです、はい、徹底的にメッキは消してる感じなんですね。そうですね。なるほど。1個だけ残してあるんですけどね。じゃあこれちょっと探したいと思います、はい、前回りはないですよねメッキ。そうです、はいはい、で横に回っていくと、はい、超高級品が装着されてございます。アメリカの半蔵ホイール、はい、1221、はい、VIP シリーズ1551、まあ、何台かねつけてる車多分モンドチャンネルでも出てますけど名古屋の動画見ながら、はい、同じがいいかな。なるほど、はい、で結構ゲレンデには珍しいこのメッシュデザイン。そうですね。でも似合うよね。似合いますね、うん、でもこのお客さんこの2セット頼んでます。え、マジですか。え、なんでですか。そのもう1台用ですか。本当ですか。え、同じフィニッシュでですか。違う、フィニッシュは違う。あ、フィニッシュは変えてですか、うん、めちゃくちゃ贅沢じゃないですか。12を2セット頼む、すごいっすね。なかなか、はい、で細かいところを見ていくともう12なんでもう削りが、そうですね、これめちゃくちゃいいですよね。この一応フィニッシュはのブラッシュドグロススモーク、はい、でちょっとこうそうですね、こう色味的にちょっとカーボンと合うなって感じなんで、じゃあ、まあ、ホイールのグロスのフィニッシュと合わせて、まあ、カーボンもグロスでいいんじゃないですかっていう。確かに遠目で見た時なんかちょっと色味とツヤ感似てますね、うんうん、カーボンに。そうそうそう、確かに確かに、うん、こんなのがついてて、もう本当に削りがすごいですよね12は。そうだね、でも23で迫力もあるし。そうですね、うん、これ4にしないのはやっぱりこう乗り心地だったりだとか、まあ、サイズ感的にとか、ね、あとデザイン的にもあるかなって思いました僕。あ、まあまあ確かにちょっとこれでね24にしちゃうとちょっと馬車感出るじゃないですか。そうですね、うん、もうちょっとスカスカというか、まあね、ここの中が逆に目立ち始めるかなっていう。そうですね、まあ、とことん行こうぜっていう、うん、方か、まあちょっとスタイリッシュにっていうところか。じゃゲレンデ難しいですよね。23、24問題があるじゃないですか、うん、その外のボリュームもそうだし、ホイールのデザインもそうだし、そうそう、全体的にその色味とか車高によっても似合うのが23だったり24だったり、うんうん、はい、だ車高をただローダウンさせないでちょっとこのなんていうのかな、男っぽくっていうか、うんうん、感じだったら全然24も、まあ、ありだと思うんですけどね。今回はちょっとこの前回りのいかつさとこのタイヤのちょっとむっちりしたのが、うん、そうですね、かなりバランスがいいかなと思います、はい、そして横他にもいろいろ。そうです、エンブレム類とか、あとランニングボード、あとはこれ電動サイドステップが取り付けされてますけど、ちょっと開けてみましょうか。この辺も、はい、すごい、これ今巷で大絶賛を、そうですね、超人気商品、うん、毎月何セット出ていくんだろうっていうぐらい売れてますね。川口学さんにも絶賛いただいた電動サイドステップです、ね、はい、はい、これいいっすよね。だから本当に本当乗りやすいっていうか、うん、もうこれあるだけで1個ストレスがなくなる。確かに、うん、で女性の方だったりだとか、
はい、そうだね、ご年配の方だったりとか、まあ、後ろね、これ63だと後ろにつけられない、ショートになっちゃうから、ちょっと後ろでこの利用するにはどうかっていうところですけど、まあ例えば350400とかだったら、まあロングつけて、まあ、お子さんにも優しい。そうですね、うん、後ろの席もかなり使いやすくなって、うん、であとちょうどその電動サイドの後ろに見えるのがマフラー、超高級品が、はい、ブラッククロームですね、はいはい、ブラバスのマフラーですね。ブラバスです。これも人気っすよね。そうっすね、これももう常にバックオーダー入れてるような状態で常に待ってるっていう感じですね。もう何がいいって、もう見た目だったりだとか音もめちゃくちゃいいんですけど、うん、E マーク付きなんで、まあそうっすね、そこですよね、うん、でこのねブラッククロームで来てくれるっていうこの合わせやすさ、これやっぱりまたあの、まあ、ブラバス特権というか、うんうん、ありがたい仕様ですけどね。確かに今までってこう、うん、なかったものなんで、そうですね、割とこうブラックアウトするのにマフラーはちょっとないんで、じゃあ塗りましょうかみたいな。そうなんだよね、これ、まあ、マフラーのフィニッシュ、エンド黒で塗りましょうって結構あるんですけど、ゲレンデやっぱ飛び石が結構食らっちゃうんで、ここもうボロボロになっちゃうんだよね。そうなんですよね、うん、はい、その辺はもう最初から耐久性のある黒なんで、そうですね、まあ、非常にいいんじゃないかな、はい、うん、あとはこの辺なんかも黒くなってます。そうですね、軽量が細かいこういうこういうとことか、ちなみに電動サイドステップの横、あここもなんですか。横もそうだし、はい、あのここもそうだし、あなるほど見えるとこ全部やろうぜっていう、はい、確かに。でもここって本当目立つんですよね、前後から見ると。シルバーにこうポチって出るんで。そう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 、でもとにかく本当に細かく全部シルバーを消してあると、ね、はい、ここはね、まあ、やる方やらない方いますけど、やっぱちょっと剥がれやすさもあるんで、気の長い方は貼ってもいいかな。なるほど、はい、ちょっとあのシルバーの場所が分かんなかったんで今教えてもらいました、はい、なんとあそこですねいやでもこれ外見から分かんなくても乗ると目立つんですよね、うん、そこ。そうそうそう、これやっぱ乗った時にブラバス組んだんだなと思い出してほしい仕様まあ嫌でも思い出すんだけど確かに確かに確かに、うん、こんなのがシルバーのまま。そうですね、これ売ってもまあいいですよね。だから、まあ、塗ってもいいですけど、はい、ちょっとそれバラせないんで、うんうんうん、まあ、逆に塗るとこう全部塗ることなんですよね。全部塗ることなんですよ、ね、うん、確かに以前どっかの店舗であの、うん、塗ったのもご紹介させていただいてるんで、うんうんうん、まあ、この辺は好みで仕上げてもいいのかな。そうですね、はい、はい、これスーパー初期はついてなかったの知ってます？あ、そうなんです。日本1号車はこのこれ網もロゴもなかったんです。あ、そうなんだ。そうなんですよ。そうです、途中から部品が追加されてこの仕様になってます。そうなんだ。これ意外とこれ初めてなんだよねそんなマニアックな話もありますけどじゃあ続いてリアも見てみたいと思います。リアはもう背面タイヤがなくなってスッキリしましたね。そうですね、これはもう1回目の入庫の時からもうこれ付けさせてもらって、で、まあ、今回はこっちの、まあ、当たり前のようについてますけど、カーボンのブラバスのリアディフューザー。これ当たり前のようについてますけど金額、はい、えぐい金額。そうですね、当たり前に出せない金額ですね。ですよね、うん、はい、まあ、気になる方は調べていただくといいんじゃないかな。そうですね、これもだからいいですよね、うん、主張しすぎないというか。あ、そうそうそう、なんかサイズ感というかボリューム感が、うん、まあ、この手の車なんであんまり大きすぎるこのリアディフューザーもおかしいじゃないですか、うんうんうん、だからついてないか分かんないぐらいじゃちょっとあれなんで、まあ、本当に絶妙なサイズで、うん、そうですね、だからまあさりげなくカーボンというか、さりげなくもないかまあ適度に主張する。そうですね、うん、そしてブラバスカーボンの本当に質がいいんでちゃんと全部中心に向かってって。あ、そうですね、はいはい、割とこの辺の造形なんか複雑ですけど、うん、目がよれちゃうこともなく、うん、でまたドライなんで、まあ、結構こう安価なのってペラペラだったりするじゃないですか。そうですね、これね中もしっかりしてるし。そうなんですよ、だこれはもちろんその袋になってないんで1枚なんですけど、うん、ちゃんとしっかりしてるっていう、うん、そうですね、本当に安いやつとかペラペラっすよね。ペラペラだし、はい、まあ、ドライじゃなかったりするからもうベコベコになっちゃうですよね、うん、なんでその辺はやっぱりブラバスメーカーに近い。そうですね、チューナーの仕事だなっていう感じはします。カーボンはちょっとウェットだとでも夏を越せない。あ、うん、なるほど、もうベコベコになって夏前と後に見ると
もうちょっとその様子がおかしくなっちゃうかな。やっぱドライカーボンおすすめしますね。なるほど、うん、あとこの背面タイヤごっそりなくなってる、はい、ここがそうです、はいはい、埋められてると、はい、オリジナルの、はい、ボンドボディオリジナルのデリートキットというべきか。そうですそうです。これ本来はだからこれなんか鉄板のこういうなんか鉄の塊みたいなのがこの中に残ってるんですよね。残ってます残ってます。でそこにこう足が生えてて背面タイヤ。そうですそうです、はい、でただ背面タイヤ取っただけだとその鉄のこう塊が見えちゃうんで、そうでこのカバーつけてあげて。なるほど、はい、でこれもいろいろありますけど、まあ、一番シンプルと言うべきか。まあそうだよね。なんかちょっとブラバスは、まあ、ちょっとこういった結構大きいザ、はい、ブラバスみたいな感じになっちゃうんで、はい、まあ、シンプルに読めたいか、ね、お好みですけど、ちょっとそれが嫌な人はこういうシンプルめでもいいですし、まあスムージングっていう手もありますし、後戻りできないですけどね。スムージングだと、はいはい、まあ、でもスムージングも何台か多分やってますやってます、実績あるんで、はい、まあ、お気軽にご相談いただけるといいんじゃないかな、うん、はい、ただこれちょっとこの背面タイヤ、やっぱり背面タイヤ派と背面タイヤなし派、こう分かれるじゃないですか、うん、まあいますね。背面タイヤあり派からするとなんてことしてくれてんだっていう方も結構いらっしゃるんですけどなかったらなかったですごくこう後ろバックしやすいんですよね、うん、いやいやめちゃくちゃ見やすいし、でも俺のお客さんにやらせてもらってるお客さんだと意外と半々ぐらいいるかな。ここがなくなるだけでもうめちゃくちゃバックしやすいし、そうですね、気にしなくていいっていうのはすごく結構視界にこう大きく入っちゃうから、うん、そうですよね。あとまあちょっと車庫の問題もありますけどね、はい、うん、まあ、この辺なんかもご相談いただけるといろいろできていいんじゃないかな、はいはい、あとこの辺なんかも全部マットで、はいはい、じゃあこれテールランプも塗りで、はい、そうです、ちょっとワントーン落としてる感じですかね、はい、ちょっとマット、ちょっと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 スモークちょっとスモーク、はい、ちょっとワントーン落としてる感じになってるみたいです、はい、じゃあ続いて中もちょっとカスタマイズしてあるってことで、はい、なんかそうですね、パッと見分からないですけど、分からないです、どこが変わってんのか分からなかったです、はい、これまあシートベルト赤に、それじゃあ全部巻き直したってことですか。これ全部巻き直しで、元々はまあブラックのシートベルトだったんですけど赤にしちゃいましたね。これ外すのも結構大変なんですよね、シートベルトって。そうですね、もう結構中バラバラにするから。でしかもエアバッグみたいなそういう機構ついてるじゃないですか、うん、はい、それも外して、ね、そうですそうです、全部張り替えた赤に、はい、でもめちゃめちゃ綺麗に張り替えられてるんで、うん、あれこんな設定ありましたっけっていうぐらい、そうそうそう、もう本当なんかその純正と変わんないんじゃないのっていう綺麗さっていうかね、はい、そんな仕上がり、まあ、違和感ない仕上がりになってますけどね。これ赤だけじゃなくていろんな色で張り替えできるんですよね。できます、はい、内装のイメージとか、そうですね、合わせて何色かありますんで、白とか黄色とか、はい、そうですそうです、まあ、いろいろできちゃう、はい、その辺はまあ、聞いていただければ。なるほど、はい、あと他にはなんかどんなカスタマイズか。これはまあアンドプラスのまあカラーアンビエントとか、はい、まあ、その辺定番でやってあるのと、はい、あとはステアリングは、まあ、オリジナルのカーボンに付け替え。これオリジナルのカーボンのステアリングなんですか。そうですそうです、はい、上下カーボンで、はいはい、グリップのとこがパンチングになってるんですかね。そう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 、はい、あとこれわかんないだろうっていうのは、これもともと実は内装の仕様があのウッドだったんですよね。はい、だからまあ、ここもカーボンにしましょうってことで純正のカーボンパッケージ全部組み替えました。え、これ全部交換したんですか。全部交換しました。ドアもあのメーターのとことかも。そうですそうです、純正取り寄せして、助手席のグリップとかも、はい、全部ですね。だから、まあ、ザお金かかってますこれもう分かんないですね、はい、でもちょっと恐れ多いですけど、はい、ザ・お金か大事なことなんで2回言いましたね。そうですね、でもすごく自然に仕上がってるんで、はいはい、もう詳しい人が見ないと分からないぐらい。まあね、まあ、ついてるの純正だから、はい、で純正と合わせて、ね、ステアリングとかも作ってるから、うん、まあ、パッと見は分からないですけどね、はい、よく見るとこうステアリングがちょっと違ったりとか。そうです、シートベルトがこの設定ない組み合わせですよね。多分そうですそうです、はい、なってたりとか、はい、すごくマニアックな仕上げになってると。そうですね。じゃあ最後にちょっとマフラーの音をせっかくなんで聞いてみたいと思います。お願いします。
で最後になりますけど、マフラーめっちゃいい音してましたね。マフラーいいですね。あれ一応 E マークついてるんで、うん、まあ、車検も一応大丈夫、音量さえ大丈夫なら OK なんですよね。そうです、そうです、はい、はい、まあ、音量はその経年劣化とか、まあそうですね、はい、これ何年かして BM なんかたまに特にありますけど、年数が経ってまあもちろん純正でも、うんうんうん、で陸運局で音量測ったら、うん、いやこの音量じゃ通らないよって、まあこれはどうしてもあるんですけど、まあ一応 E マーク付きなんで、まあ一応車検は通る仕様っていうことですね、まあ、基準にのっとったきちんとした製品ということで、はい、なんか車検とか気にされる方にも非常におすすめなものです、はいはい、ぜひお問い合わせいただけるといいんじゃないかなと思います、はい、というわけで今回はボンド大宮からカスタマイズした G63 を紹介しました。ボンドチャンネル、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。